静岡市消防団に入団した団員の任命式が行われ団員たちが決意を新たにしました静岡市消防局で行われた静岡市消防団の入団式静岡市消防団は3つの地区本部からなり会社員や自営業など127人が入団しました両親に従って忠実に 消防業務を遂行することを厳粛に誓いますコロナ禍では地区本部ごとに入団式が行われていましたが今年度は4年ぶりに新入団員が一堂に会しましたきょうは教養に関する訓練が行われ今後消火活動の実技訓練をしていくということです